当についてないなと思うことが何回も何回もあるし、でもそんな皆さんの憂鬱な気分をですね、私の歌で笑い飛ばせたら最高やなと思って、今日ネガティブなりにポジティブな歌を持ってきました。でも私が一人こう笑い飛ばしてても意味がないので、せっかくうち皆さんと一緒に楽しい空間を作っていきたいと思います。私がサビでですねちょっと歌うので、笑い飛ばしていくって言ったら、その後に一緒に皆さんわーはーはーわーはーはーって言ってもらってもいいですか。ちょっと練習してみましょう。ありがとうございます。笑い飛ばこう歌うので、その後一緒にラッタタラッタタ、もうラッタタと言ってほしいんですけど、これももう一回練習してみますね。スキップしていこう、はい、ラッタタラッタタ、いけるかな。じゃあちょっと通してみます。笑い飛ばしていこう、はい、わあありがとうございます。では皆さんで笑い飛ばしていきましょう。2番でですねちょっと深呼吸していこう、スーハースーハーとか、あの鼻歌歌っていこう、ララララララとかいうフレーズもあるんですけど、とりあえず今日はもうそれはいいので笑い飛ばしていきましょうということでお願いします。ポジティブシンキングという歌聞いてください。寝坊してしまいました、ほぼスピンで家を出ます、あいにくの雨降りです、動画スカートに跳ねました、満員電車でにくちゃになって、お気に入りのアイシャドウを奪われた、何もないところで転んだ、好きな人に好きな人がいた、ああついてないな。手拍子とかいただけますか。いいですか。
願いします。笑い飛ばしていこう、はい、わははわはは、スキップしていこう、はい、ラッタタタタタ、明日はきっといいことあるよ、笑い飛ばしていこう、えへい、ラッタタ、ありがとうございます。皆さん素晴らしかったです。ありがとうございます。お水飲ませてください。改めまして、ミオミュージック2015、本選にお越しの皆様、こんにちは。村瀬真由美と言います。私、奈良のシンガーソングライターなんですけども、もし今日初めて私を見るという方はですね、また、後で検索とかしていただいたら、ツイッターは絶対出てくるので、お願いします。皆さん、楽しんでますか？私ですね、もともと昔から恋愛をあまり上手にできる人じゃなくて、なんかこう付き合えるかもってなった時も、いやでも付き合っちゃったら次別れ来るやんって、なんかこう最初からこう別れのことばっかり考えてしまうんですよね。でだからそれやったらどうせ別れてとか、こう好きって言ってしまって変な感じになるぐらいやったら、もうこのままちょっとどっちつかずな曖昧な関係の方が、始まりはないけど、まあ、終わりもあんまり見えなくて幸せなんじゃないかなと思う時があるんですね。でもやっぱり人間やから好きって言いたくもなるし、好きって言われたくもなるし、ギュッてされたいなとか触れたくなったりとか、そんな欲が出てきちゃうけど、でもそれを言ってしまったらやっぱり壊れるかもって、なんかそんなもどかしくて切ない、今私が一番歌いたい女心を決勝で歌おうと思います。灰色という歌、聴いてください。
しまった。きっと壊れてしまうでしょう。物足りない心、これから先も乱されないんだろうな。言わないよ、ただ黙って。